今日は村中の女を連れてきたんだ。一人ぐらい王子のタイプがいるだろう。続いては、中山ジョン・タエコ様。にょい。どうも中山です。こにゃにゃちわは。はいちす、チーッス。続いては、キム・ムキムキ様。どうもムキムキです。あなたのあそこもムキムキしてあげるわ。なんちゃって。にゃあ、王子は下ネタが大嫌いなんじゃ。まあまあまあ。やっべえ、スマブラしてたら遅刻したけど間に合うかな。 続いては、山本定義様、コンパス様。吹けを払って肩の力抜いて腹引っ込めてレッツゴー。っゴー待って、一円落ちてる。おい、苦ケツこっち向けんな。後で殴らせろよ、お前。うわ、またなんか来たって、ドンゲバビー。なんちゅう顔やねん。しかも、おじぎスカイダイビングか。いや、マジでこいつらは今日のラスボスや。オイラたちボクチンたち。かわいいでしょ,いいでしょ待ってくれ、真のラスボスがあそこにおった。ドケビーカーと試験管、実験してください。 すいませんあのお姉さんびっくりしたゴー5スす6は3正解ですあんな難しい計算ができるなんてあの女頭もいいぞ姉ちゃん見える身長2メートル30センチある俺がのぞけんって初めてやぞまあそう焦るでないでちょ待ってあの女どっかで見たことある気が松浦さんちの娘さんえいや違う田中さんか何としても正体を突き止めねばはいドーンクソが男性は立ち入り禁止ですぞキスをしようキュー 下手くそ、お前、掃除機か。いや、もうマジで、お前無理だわ。もう今日帰るわ。お前マジで次回までにあんあん読んでしっかり勉強しとけよ。待ってくれ、待ってくれよ、太鼓。本名で呼ぶなよ。しかも男のくせにメソメソして気持ち悪い。ドリューもう今日は帰るわ。じゃあなくそひげ。